テンスは、ベラカテンス属に属する魚の一種。背びれの前にトゲが長いことが特徴である。別名は、テンスイなど。太平洋西部から、インド洋東部の温暖な地域に分布。日本近海では、南日本、特に太平洋側では、東京湾以南、日本海側では、島根県以南、東、シナ海に分布。テンスの背びれ。 4棘11から13難城である。全長約35から40センチメートル。体は、とても高く側平田で、鱗は大きい。背びれと尻ひれ規定に、鱗ろ症はない。頭部線は隆気線をなす。口角から前へラブ蓋にかけて、細く狭い溝がある。両角馬は一列に並び、先端に2体の剣士がある。前妻骸骨円に、虚子はない。 目の下に1から2列の小さな鱗がある。背びれは4棘11から13難上、尻びれは3棘11から13難上。背びれの1から2棘が長く、背びれ第2から3棘上管は離れるが低い気膜で連続する。背びれの基部は目の講演情報にある。体色は赤葛色、思考色。メスの体色はオスより鮮やかである。 体側に不明瞭な三畳、または幅広い四畳の脳赤色横帯が走る。胸びれ髪型の体側に、通常1個の青黒色村がある。ただしこの目上半は、個体差があり、ブチがないものや、複数あるものもいる。幼魚の体色は、泡褐色もしくは黒褐色であり、背びれの棘が、さらに長く、先端に、旗のような木膜がつく。 水深30メートル以上のやや深い砂泥底に生息する。砂底で、胎生動物などを食べる。夜、休息するときや気球時は砂中に潜る。アマダイ、イソジイラ、エビスダイ、エベスダイ、センキュウ、テス、テニスダイ、テンスダイ、ニゴイラ、ノギス、ヒゴイラ、ベロ、モクズモハミなど、多数ある。食用となり、味は良いとされる。数は、多くないが、 南日本では、惣菜魚として食されている。煮付けや唐揚げにて食すとー味とされる。従来は、キシュライティーズ属とされていた。ランダル、J.E.&J.L.R. レビューオブハワイアン、レーザーフィッシーズオブザジーナスイニゼティアスによると、インド太平洋に産するキシュライティーズ属魚類が、イニゼティアス属に変更された。大西洋あるいは東。 太平洋に分布するキシライティーズ属ベラルイは従来のままキシライティーズ属とされた。ただし、ホシテンスイニゼティアスパボはインド洋から東、太平洋までにも分布しているが例外。同族の近縁種ホシテンスの幼魚。テンス属の一種。南上部に目上半が2個あるためホシテンスの若菜である可能性が高い。第一からにゲが長い。 天津属イニゼティアスの魚は日本で10種を産する。太鼓が著しく高く、側平たする、背びれ第一、二トゲは柔軟で三トゲと離れるなどの特徴を持っている。日本産天津属は以下の通りである。学名順。ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA e やべ1987 p731 abcdefghijklm 木村2000 p183 abcdefghijklmn opq バ原岡村1985 p 7 3 n、no. 百359プレート72ハット abcdefghijklmn 岡村2岡1997 P516 から517、ハット ABCDEF コニシ、2011、P234 アベ、1987、P44ABCD ワークショップに、紛らわしい魚たち日本産イニーゼティアス属魚類。2014年7月28日閲覧。ありがとうございます。